Peggy 18. そろそろ来ると思ってたよ。桐生一馬。死にてえやつだけど、かかってこい！大事なものを守るために必死になった人間は、どんな壁だって乗り越えられるはずなんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。